フラッシュを使用しての撮影はご遠慮ください。まず明日から行われますプロジェクションマッピングのコンペに出品される作品をいくつかご紹介したいと思います。去年に続きまして行われるこのプロジェクションマッピングの国際コンペは1分から1分59秒という尺の中で作品を作っていただきました。また出品はベルギー、ハンガリー、メキシコ、ブラジル、ポーランド、フランス、スペイン、香港、そして日本と世界中から作品をいただきました。今日はその中から7作品ということなんですが、まずはじゃあ白様から。はい、まずはですね、フローイングエンティティという、ザビア・シャン・サンチェスというですね、メキシコのクリエイター、それから次に、ブドウというタイトルで、VJ ザリア、こちら去年も参加してくださってるんですけど、ブラジルからの出品です。次がスモールワールド、クルミ&ペコムコのペロという、日本の、チームです。それから、アブストラクトフォーマルという、これはフルスクリーンスタジオというハンガリーのチーム、こちらの4作品を、まず、ご覧いただきたいと思います。それではよろしくお願いします。